はい、皆さんこんにちは。本日は、ね、ムービックス伊勢崎にやってまいりました。で、見てきた映画はこちらになります。本日見てきた映画は映画おしり探偵さらば愛しきおしりよということで、おしり探偵のね劇場版を見てきました。チケットがねこちらになりますと。であと入場者特典でねこうちょっと冊子がついてますね。ちょっとしたねおしり探偵的なあの謎謎ですかね、謎謎みたいなのが入ってる冊子になってます。でまあね、人気人気童話なのかな、人気童話であるねこのおしり探偵のまあアニメ化がありまして、それの今度ね劇場版ということになりますね。ごめんねおしりくん、かつての相棒から届いた謎、それは世界を揺るがす大事件の始まりだったということで、まあなんとね今回出てくるのがまあ女性であり、さらにねおしり探偵のね、学生時代の相棒ですかね、学生から、探偵になり始めた頃の相棒であるね水仙ですね。この水仙という女性からの、手紙というかね、そういったものから始まりますね。でそんなわけでね、おしり探偵に絶体絶命の危機が迫る、10年ぶりに現れた相棒は敵か味方か、その不敵な微笑み裏側にあるものとはというね、なんかねちょっとねハードボイルドチックなねこんなあの話になってきますよね。彼女は素晴らしい相棒だったのです。ある事件を境に突然の姿を消したかつての相棒推薦から届いたメッセージをたどった先は、おしり探偵が学生時代を過ごした巨大都市ハッタンタウンだった。推薦との再会に戸惑いつつも贋作事件の捜査を進めるおしり探偵は世界中の美術館を震撼させる巨大な陰謀に巻き込まれていくのだったということで、ストーリーはね、おしり探偵事務所に届いた一箱のチョコレート、それはかつての相棒推薦からのメッセージだった。彼女が勤めるハッタンタウンのメット美術館に多数の絵画が贋作、偽物にすり替えられる事件が発生、その贋作を手掛けたのは推薦の師金木先生だという。各地で多発する同様の贋作すり替え事件を裏で操る巨大な秘密結社の陰謀を暴き、囚われて利用されている金木先生を救出したいというのが推薦の依頼だったが、10年前とは様子が違う彼女の言動には謎が多く、敵なのか味方なのかも判然としない。果たして秘密結社との激闘の中、おしり探偵は深い傷を負ってしまう。引き換えに引き受けた依頼は最後までやり遂げるのが探偵なのですから。現在の相棒とともに、かつての相棒のために秘密結社の最深部へと足を踏み入れるおしり探偵ということで、おしり探偵そもそも知ってますかねそもそもおしり探偵知ってますかね。失礼こいてよろしいでしょうかとか言いながら、まあこのね顔がお尻なんですよね。で口に当たる部分からおならのようなね黄土色の煙を吐くんですよ。でこれがねまあなんかとにかく臭いという。でこれをお尻探偵のねこの黄土色の煙を浴びると顔がね激画調になるっていうかね、ものすごいこういった感じの必殺技ですかねそんなのを持ってる探偵ですね。だからおしり探偵がねこの顔空気を吸いまくって大きくなると、もう巨大なおならですかね、これが出るということで、まあものすごい音が起きるっていうね、これが必殺技ですかね。まあそれまでにはねおしり探偵 の推理があり、それは事件解決していくって話になっています。で同時上映でね、まずおしり探偵何でも解決クラブ対怪盗 U っていうのがあるんですよ。美術館と絵のコンテストを怪盗 U から守れということで、ね、ブラウンたちの何でも解決クラブの活躍をお楽しみということで、このまずおしり探偵の相棒がねこの子なんですよね。この変なタヌキなのかねクマなのかよくわかんないですけど、このブラウンって言われるねちょっとね茶色のこの男の子ですね。この男の子が相棒なんですよ。でこの相棒が主人公になって、このね、同時上映のねこのおしり探偵何でも解決クラブをやるわけですね。この男の子とあと友達ぐらいのね小さい子供たち4人ぐらいで、このね美術館と絵のコンテストをこの怪盗 U から守るっていう、そういった物語あります。今回のね映画自体もねこの美術品に関わる物語なので、まあ美術館をテーマにしている話で、これがねまあ最終的にはねこの短編がねこのまず劇場版にもつながっていくってことでね、なかなかいいつながり方をしていきますね。でまあねこの怪盗 U ですね、まず問題が怪盗 U がすごいんですよ。なんて言うんですかね、怪盗 U はねまあ、こんな顔してるんですよね。なんかこんななんかまあソフトクリームのようなまあぶっちゃけ U って言われたからうんこなんですけど、でちょっとね貴族的なねちょっとねこの立ち振る舞いするんですよ。まあだからうんこのくせにこのねすごいキザっていうねすごい怪盗ですよね。この多分ねおしり探偵での怪盗役でしょうね。とはいえねこの怪盗 U がねものすごく活躍もするんですよね。この劇場版の方でも怪盗 U がね活躍するってことで、まあ、ちょっとねこれも熱い展開ですね。まあなんつうのかなこの下ネタっていうかね
まあ下ネタといってもそのなんだろうな、子供たちが好きなね、そのあの下ネタですよね。あのお尻とかうんことかでね、今回ね、まあこのヒロインっていうかね、今回のそのもう一人の主人公っていうかね、なる水洗ですね。これなかなかいい掛け言葉というか、まあまず水洗トイレにかけてる水洗と、あと鼻の水洗ですよね。だから鼻のようであり、あとこの劇場版でね、この銃を持ってるんですけど、これが水鉄砲なんですよね。だから水洗だけあって、だから水鉄砲を使うということで、まあとはいえね、水鉄砲なんですけど、これ結構威力が強めなので、結構ね凶器としてもね、あの威力のある武器なんですよね。で今回ね、そのおしり探偵に昔の相棒の水洗からの人はこのチョコレートが届いて、まあおしり探偵のね、よくあるこのなぞなぞみたいなクイズですね。なぞなぞみたいな、その簡単なその推理ですね。格子状のチョコレートがあって、これをね当てはまるところに合わせると地図になって、ここに来てくださいみたいなね、そういったことになりますよっていうね、そういったちょっとした簡単な推理クイズみたいなね、あったりとかありしますね。おしり探偵とそのねブラウンが一緒にその行ってみると、そこは美術館で、そこの美術館に働いてるのがこのね、かつての相棒水洗なんですね。でこのね水洗に関してはね、この美術館に行く前にまずおしり探偵の思い出話があるんですよね。でおしり探偵は学生時代のね、そのクラブですかね、まあ探偵クラブみたいなのがあって、そこで一緒になった仲間で、このおしり探偵と水洗はね、本当に推理がとても早いので、同時で謎がかかってしまい、まあ後にはね相棒として活躍する、おしり探偵が探偵としてその仕事を始めた時にはね、相棒としてこういう感じ、ここの記事に載ってるようにね、本当に相棒として活躍していた、そのまあもう一人の探偵みたいな感じだったんですけど、あるね美術品に関わる事件がありまして、でそこでまあね水洗はあることに気づいてしまい、そこで忽然とね、おしり探偵の元からこう手紙を残していなくなってしまうっていう話ですね。ちょっとね恋心があったんじゃないかなとは思わせるような描写もあり、そこまではねまあはっきりは書かないんですけど、ちょっとね水洗の方がおしり探偵くんのことが好きだったんじゃないかなみたいなね、そんな感じがしますよね。でこの水洗はね絵が好きで、絵が描くのも得意なんですよね。そんなわけで、あとその美術に関しての見る目があるんですよ。その本物か偽物かが分かったりとか、まああとね、あの大切にしているそのロケットですかね、それの中にはその自分のね先生である金木先生と、そのね子供時代の推薦のそのね絵が描かれてたりとかね、そういったものがあったりをします。まあそんなわけで、まあ結構ね、まあ言えるのはこれぐらいですかね。こっから先はちょっとねネタバレになってしまうんで言えないんですが、まあだから学生時代のまあ同級生の女の子ですね、この推薦っていう女性と、おしり探偵がこのね昔話っていうかね、昔のこともありつつ、今回ね美術品に関するあの事件に進んでいくって形ですね。なかなかね結構なんかね大どんでん返しじゃないけど、あれは敵か味方かみたいな、そういった展開が結構あったり、まあでもまあ結局最終的にはねここら辺でしょうねみたいなところもつくんだけど、まあなかなかね面白い話でしたね。あとまあこのブラウンもね、その元相棒ということでちょっとねなんか嫉妬心みたいなのも抱いたりするわけですね。まあ男の子っていうのは不思議なもんで、まあなんかね自分のアイデンティティのところであればね、こうなんかね、その相手が女性でも嫉妬してしまうっていうね、なんか不思議なもんですよね。メットはあれな、二股一生さんだったんだ。気づかなかったな。まあそんなわけでね、まあ、結構面白かったんですけど、まあお客さんあんまいなかったですよね。まあ、時間が時間なのもあったのかもしれないんですけど、結構ね、気合い入って作られてる作品であるなってことはね、わかるような感じの物語で、こう畳みかけるようにね、展開も早いんですよ。あんまダラダラしないで、どん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 展開していくので、いやなかなかね見てて飽きないし、いい感じで物語が進んできましたね。まあというわけで本日はね、映画おしり探偵さらば愛しきおしりを見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。